で続きましてのコーナーは、はいはい、投資家なら絶対に見逃せないマーケットピックアップのコーナーです。世界50カ国以上でグローバルな金融サービスを展開するバークレイズ証券の石橋康弘さん、よろしくお願いいたします。こんばんは、バークレイズの石橋でございます。本週もよろしくお願いいたします。今日先ほどオリンピックの話ありましたけども、私先々週ですね、ニューヨークから帰ってきまして、時差ボケの中、会社を、通ってですね、なんとか時差ボケを直したつもりだったんですけども、週末からのオリンピックということでですね、夜中ずっと見る羽目になってしまいまして、また、時差ボケということで、昨日の北島選手の4時からのレースも、バッチリ見てしまいまして、今日は1時間半しか寝てないという形になってますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。夏暑いので夏バテに気をつけて、ロンドンオリンピックもほどほどにというところでしょうか。マーケットの方はですね、先週はどうなったかといいますと、ちょっとチャートの方行きましょうかね。まず今日はまずですね、昨日先週はリスクオフモードから始まりまして、大きな、株の下げから始まりました。すなわち、ユーロ、これ今日からですね、ドル円をやめてユーロ円にしました。ドル円動かないんでですね、あんまり面白くないということでですね、ユーロ円、オージードル円どっちにしようかなと思いましたけども、ちょっとユーロ円の方がちょっと感度がですね、夜中のマーケットに強いみたいなんでこっちを選びましたけども、同じようにユーロ円も下がるというところから始まりましたけども、ちょっと週の半ば、水曜日木曜日ぐらいからですね、リスクオフモードが緩和されてリスクオンモードになって株が上がってきたという環境になっています。こちらどういったニュースが出たかというと、ちょっとニュースの方を見てみましょうか。はい、はい、まずですね、リスクオフモードが始まってですね、月曜日はスペイン、イタリアの株式が一部空売り禁止とかいうですね、過去もそういったことよくありましたね。そういったニュース流れましたけども、リスクオフモードから始まって、リスク資産売られました。ただですね、水曜日ですね、オーストリアの中銀総裁ノボトニーさんというんですけども、 ESM というですね、この、機構ですね、こちらからですね、こちらが銀行免許を取れると、これはちょっとですね、いろいろ物議を醸し出しているんですけど、それによってですね、スペインとかイタリアにですね、お金を融通しやすくなるといったことみたいなんですけれども、そういった議論が始まっているということでですね、リスクオフモードが徐々に緩和されたということはこの辺りから始まりました。ただこの日に発表されたイギリス、今ロンドンオリンピックやってますね、イギリスの GDP のセカンドクォーターのですね、速報値は極めて悪い数字だったということで、ちょっと腰を折られた感じになったんですけれども、その後26日にですね、ドラギ ECB 総裁がですね、ユーロを守るためなら何でもするぞと言ったような発言がですね、何度も出たということで、今週あるですね、ECB のですね、政策金利とかそういったところにですね、期待を覗かせるような発言がたくさんありましたので、ここからですね、かなりユーロ円、ユーロおよびですね、株が持ち直したといったマーケットで先週は終わってます。ただその間にですね、発表された皆さんのよく知っている株式、アップルであったりフェイスブックであったり、そういったですね、株式のですね、企業の株式はですね、かなり軟調になってます。ちょっと決算がですね、思いのほか悪かった、またはフェイスブックは実は予想の同じような数字が出てきたんですけども、期待がそれ以上に大きかったということで、かなりの下げになってます。そういったところでですね、実際予想値よりも良いものが出てきても悪いものができても、実際マーケット参加者がどのぐらい守っているかということによって、マーケットかなり反応が違うということが分かりまして、勉強になったのではないでしょうか。で金曜日はですね、夜に発表された、米国の指標、GDP の代表されますけれども、極めていい数字出てきました。ですのでこういったところもですね、金曜日の夜、ニューヨーク時間は極めて、リスクオンモードということで、週末を迎えているといった形になってます。今週はですね、かなりいろんなニュース、出てきます。はい、明日からですね、FOMC、アメリカの金融政策のミーティングが始まります。それと、中国の指標もですね、重要な指標、製造業 PMI、こちらが、水曜日に出てきます。
それとなんといってもですね、金曜日、アメリカの雇用統計またまたやってきますね。こちらですね、ちょっと、予想はあまり良いものではないということで、もしいいものが出てくるとポジティブサプライズということでマーケット上振れするといった可能性があるのではないでしょうか。それとですね、その前の日、木曜日には先ほど言いましたが ECB ヨーロッパの中央銀行、それと BOE イギリスの中央銀行の政策金利の発表もありますので、このあたりも注目していかなくてはいけないと思います。その他ですね、水木金とですね、アメリカの他の指標ですね、重要な指標たくさん出てきますので、こちら、極めて注目していくところではないでしょうか。といった点ではですね、かなり上下が激しく動く可能性がある週ではないかと考えられますので、注意して見守っていきましょう。でここでですね、今週のトピックといたしましてですね、アメリカの話題が今週たくさん出てきそうですので、アメリカのですね、財政の問題をちょっと今日は難しいんですけども出してみようかと思いまして、一つグラフを持ってきました。こちらちょっと分かりにくいんですけども、これアメリカの財政のですね、絶壁、断崖って書いてありますけども、崖があると。これですね、実はいろんなところでですね、今年の来年の年初からですね、アメリカにかの財政に関しましては極めて危険な状態にあるっていう論調が出ています。何が起こるかというとですね、昔減税措置をしてですね、景気刺激策をしていたものが実は今年の年末で終わってしまいます。ブッシュさんがですね、頑張って出した減税策、今年終わってしまいます。そういったものとかですね、またはですね、去年皆さん驚いたことに、去年の今頃でしたかね、アメリカの国債がデフォルトするんじゃないかといった話が出てきたのを覚えてますでしょうか。あの時にですね、歳出ですね、国の使えるお金をですね、制限してしまおうと言ったような法律ができてしまいました。そういったのがですね、来年の頭から発動されます。そういったものをですね、込み込みで考えると何が起こるかというと、来年の2013年頭からですね、このままいくとですね、アメリカの GDP 比対比 4% ぐらいのですね、お金がですね、商品に使われるはずのお金がですね、なくなってしまうと、今年ですね、それが極めて大きなインパクトがあるんではないかと言われています。それが、財政の断崖と呼ばれて、今マーケットでかなり、専門家の中ではですね、心配されています。それまでの間にですね、大統領選挙等があってですね、これをいかに減税を伸ばすか、またはですね、歳出の削減をですね、また緩和するか、そういったことが決まらない限りですね、極めて大きな、経済のインパクトがあるのではないかということでですね、ここは、おそらく、9月10月11月となるにつれてですね、極めて大きな、話題になってくるというふうに考えられます。ですので、こういったところでもですね、なんとか早くですね、来年以降の、財政の手当をしていかないと、かなり大きなマーケットのインパクトがあるといったような、崖がですね、迫っているといったようなことが言われていますので、そういった観点からもですね、アメリカの政治ですね、こちら、注目していきたいと思います。それではですね、今週はこのあたりで、皆さん、ロンドンオリンピック、まだまだ金メダルがですね、日本はありませんけれども、今週なんとか1つ2つでもですね、たくさんメダルが取れるように皆さんで応援していきたいと思います。それではまた来週。